皆さんこんにちは。スチューデントベースボールです。いつもチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。第94回選抜高校野球大会の組み合わせ抽選会が4日オンラインで行われ、対戦相手が決定いたしました。初戦から好カードが続々と決まり、非常に楽しみな大会ですが、その展望はどのように進んでいくでしょうか。各ブロックごとに予想をしていきたいと思います。それでは C ブロックの詳細を見ていきましょう。 C ブロックには春夏の甲子園優勝、準優勝経験がある5校が入り、実力は拮抗、混戦模様のブロックとなった。高知、東洋大姫路の対戦は投げ合いに注目がかかる。東洋大姫路はエース右腕森が内角をえぐる直球を武器に、伝統の守り勝つ野球を体現する。高知は制球力の高い山下、直球に力のある川竹の両右腕打多彩な系統で昨週の四国大会を制している。少ない得点をいかに守りきるかがポイントになりそうだ。続く試合は東京大会を9回西から2点差を逆転し、劇的な勝利で甲子園出場をつかみ取った國學院久我山と、選抜初出場の有田工業の一戦だ。東京王者の國學院久我山は豊富な投手陣を擁し、粘り強い野球が持ち味。初陣の有田校は1番投手の塚本がチームを引っ張る。どちらが勝っても春初勝利となる。そして1回戦屈指の好カードになったのが、共に名門の星稜、天理のカードだ。星稜は昨週の北信越大会で準々決勝、準決勝を連続完投した右腕マーガードが中心。接戦で強さが光る。今季限りで退任する林監督の花道を飾りたい。前回大会4強の天理は主将の戸井、内藤を中心に打線に切れ目がない。長身右腕南沢は横手気味からの変化球で抑える。強豪同士の戦いが楽しみだ。 C ブロック最後は選考問題で大きな話題になった大垣日大に21世紀枠で初出場の只見が挑む形となった。大垣日大は左の五島から右の山田への継投が必勝パターン。名将阪口監督の采配にも注目だ。そんな大垣日大に挑む只見は選手13人で挑む。右腕酒井を中心に粘り強く戦い、勝機を見出したいところだろう。只見がどんな戦いを見せてくれるか注目だ。以上が詳細になります。